こんにちは、さくらゆきちです。ハムスターの餌でミルワームという虫を飼ってたんですけど、成虫になってました。結構今1匹しか写ってないんですけど、これでミルワームを飼わずに繁殖させてハムスターの餌にしようと思います。で、今飼育ケースを準備して、これにおがくずを入れて、なんか稲を食べるってことで、うさぎちゃんの牧草を入れてます。この子を入れていきたいと思います。動画はこれで以上です。気になる方はチャンネル登録して見てください。ご視聴ありがとうございました。ちょっと閲覧注意ですね。ちょっと苦手な人は見ない方がいいと思います。それではさようなら。